今回はドライナミックメッシュアブソーベントショーツについてご紹介させていただきます未例といえば皆さん思い浮かべていただける商品の一つがドライナミックメッシュのアンダーウェアのシリーズだと思いますが2024年春夏から給水サニタリーショーツが登場します優れたドライ感を持続させるドライナミックメッシュ素材をベースに高い吸水力と 群れを防いで持続する心地よさを備えたアウトドア向けの給水ショーツです本体はドライナミックメッシュの柔らかなストレッチにより程よいフィット感があります女性の皆さんが一番気になる給水部分の構造ですがこの部分は4層構造となっていますまず1層目は綿ン,ンのドライタッチパイル素材で肌に触れる部分をサラサラに保ってくれます2層目は給水抗菌防臭素材です 補水しつつ、漏れや蒸れから解放してくれるシートが使われています。3層目は、防水・抗菌・防臭素材です。防水によって汚れが表に響きにくく安心で、なおかつ蒸気も逃がしてくれる素材です。4層目は、ドライナミックメッシュ素材です。通気性の良い素材で、蒸れずに快適です。この1枚で 30ml、普通の費用ナプキンの約6枚分の 吸水力がありますお洗濯方法は吸水部分をお水で手洗いしていただいた後ネットに入れていただいて漂白剤や柔軟剤は使わずに洗濯機でお洗濯してください日常でも生理中は群れや漏れ、匂いなど気になることは多いと思いますまして登山中などなかなかお手洗いに行けず不安になったり汗をかいて群れて不快になったりと皆さん誰しも経験があるかと思います この給水サニタリーショーツは運動に特化したものになっていますので、登山中の不安や不快感を軽減してくれると思います。カラーはブラックノワールのみとなります。また、今回から締め付け感を抑えたドライナミックメッシュブラも新登場しております。以上、ドライナミックメッシュアブソーベントショーツのご紹介でした。